デベロッパーズ IO 2020 Connect3 日目のセッションになります。ダイバーシティを実現するアクセシビリティの基礎と実践というテーマで CX 事業本部の持田徹からお話しさせていただきます。よろしくお願いします。自己紹介です。私、CX 事業本部の持田徹と申します。クラスメソッドでの普段の業務は Web アプリや スマホアプリの受託開発案件においてプロジェクトリーダーをやっています今から20年ほど前の2001年頃から、えー、今日ご紹介するアクセシビリティについて研究したり本や雑誌の執筆講演などをしてまいりましたまた前職では業務で Web アクセシビリティのコンサルティングをしたり制作したウェブサイトのアクセシビリティが基準を満たしているかの試験なども行ってきました 現在は Web のアクセシビリティを推進する Web アクセシビリティ基盤委員会にて英語のドキュメントを翻訳するワーキングループでの作業のお手伝いをさせていただいたりもしています。今回お話しすることのアウトラインです。まず、アクセシビリティとは何なのかについてご説明させていただきます。次に、アクセシビリティというものになぜ取り組む必要があるのかご説明していきます。3番目に、 スマホアプリやウェブアプリを開発するデザインの段階でアクセシビリティの観点から注意する点をご説明します。4番目に支援技術という概念とその一例として iOS のボイスオーバーという機能についてデモを交えてご説明します。その後、スマホアプリの開発において開発しているアプリケーションのアクセシビリティの確認方法と それを改善していく方法についてデモでご説明します。最後にアクセシビリティを向上させることで開発したアプリケーションのマーケットへのリーチが広がるという点についてお話をします。それでは最初にアクセシビリティとは何なのかについてご説明します。アクセシビリティとは何なのでしょうか。アクセシビリティという単語は英語なのですが、この単語はアクセス アビリティといいう2つのの単語語複合語になっていますアクセシビリティを直訳しますとしやすさとか接近しやすさという意味になりますアクセシビリティという単語を出す時はウェブサイトやウェブアプリスマホアプリが提供する情報や機能をその人が利用できるかどうかを考えていますアクセシビリティについて考える時に目指すところは 様々な特性を持つユーザーがより多くの利用環境からより多くの場面で利用できるようにすることです。すべてのアプリケーションにとって様々なユースケースでもきちんと利用できるようにするという意味でアクセシビリティは必要不可欠な品質の指標であるというふうに言えると思います。先ほどアクセシビリティの説明に出てきた web アプリやスマホアプリを利用するユーザーの多様性とは何なのか具体的に考えてみます。例えば、えー、全盲の視覚障害があるために画面を見ることができない。弱視、ロービジョン、老眼などによって画面が見えづらい。聴覚に障害があって音声を聞くことができない。難聴や突発性難聴。 加齢による衰えによって音声が聞きづらい。上司が不自由であったり、検証縁であったり、手や指先が震えることによって細かい UI の操作が難しい。ディスレクシアであったり、急いでいる、慌てているなどが原因で認知とか理解とか学習において困難がある。このようなユーザーの特性が考えられます。それでは、 次に、Web アプリやスマホアプリを利用する環境や場面のバリエーションについてはどうでしょうか。例えば、野外でスマホアプリを利用しているとか、室内であっても逆光でディスプレイが見にくいという場面はよくあります。また、オフィスや図書館で作業している、電車に乗っている、イヤホンがない、 などのことから動画や音声のコンテンツを聞くことができない。騒がしい環境のために動画や音声のコンテンツが聞こえづらい。マウスが不調であったり、なかったり、利き腕を怪我したなどの理由で細かい操作が難しい。最近、業務などの関連で海外から移住したり、観光で訪れる方が増えていますが、そうした背景から言語の理解が低く、 そもそもアプリケーションに記載の文言の理解が難しいというケースが考えられます。前のスライド、今のスライド、ここまで見てきたようなユーザーの様々な特性や利用環境、利用シーンについてアプリケーション開発者である私たちはどの程度配慮できているでしょうか。ここでは開発したアプリケーションのアクセシビリティに問題があり、実際には使えない とということを別の角度から考えてみます私たちアプリケーション開発者は要件定義においてアプリケーションが動作するべき OS や端末をあらかじめ決めますそして開発したアプリケーションがそれらの OS や端末で動作を確認すればテスト OK とすることが多くありますしかしこれまで見てきたように そうした確認だけでは私たちが一生懸命に開発したアプリケーションを利用できないユーザーのことを見落としている可能性があります。こうした状況があることに思いを馳せていきましょうということが今回のアクセシビリティということのメインテーマになります。スライドに載せている絵は イソップ童話のキツネとツルのご馳走という話です。このお話は、いたずら好きのキツネがツルをご馳走するからいらっしゃいと家に招待します。招待したキツネは平たいお皿にスープを入れてツルに出します。ツルはくちばしが長いので出されたお皿のスープは飲めないんですけども、キツネはそれを見ながら美味しそうにスープを飲むということをしました。後日、そのツルがお礼にということで、 狐を家に招いて細長い壺に入った肉を出すんですね。狐はまあ、くちばしがないので細長い壺の下の肉は食べられないんですけども、鶴はそれを見ながら長いくちばしを使って美味しそうにその壺の肉を食べたという具話です。でイソップ童話にはお話ごとに教訓がありまして、この物語の教訓は、たとえ善意から来る行動であっても資料が足りないと相手に受け入れられず、 お互いいに傷つくということだそうですこの ISOP 童話の例はいたずらのお話なんですけどももしかして私たちが開発したアプリケーションが知らないうちにお皿のスープや壺のお肉になっていないでしょうかという観点で考えてみたいと思いますここまではアクセシビリティとは何なのか基本的な考え方をご紹介してきました次になぜアクセシビリティに取り組む必要があるのかについて ご説明します。アクセシビリティに取り組む理由には4つあると考えます。1つ目は法律上の要請と訴訟リスクがあるという点です。2つ目は1つ目とも関連しますがアクセシビリティは人権であるという考え方があるということです。3つ目は障害者福祉の考え方で 私たちの開発するアプリケーションそのものが障害の社会モデルの一部であるためということになります。四つ目はダイバーシティ経営を実現するためにはアプリケーションのアクセシビリティ対応は必要不可欠だからと考えます。次にそれぞれ詳しく見ていきます。一つ目は法律上の要請と訴訟リスクがあるためです。日本には2016年に施行された 障害者差別解消法という法律があります。この法律で求められていることは大きく2点あります。一つは、不当な差別的取扱いの禁止になります。これは国や地方自治体、あるいは私たちのような企業やお店などの事業者が障害当事者に対して、正当な理由なく障害を理由として差別することを禁止するものです。 これは国、地方自治体、事業者、すべてに対する法的義務と定められています。例えば、正当な理由なく障害当事者にサービスの提供を拒否したり、サービスを提供する場所や時間を制限したり、健常者にはない条件をつけるということを禁止するものです。例えば、お店の受付を拒否したり、医療機関などで本人を無視して、 介助者や付き添いの人だけに話しかける学校の受験や入学を拒否する不動産会社で障害を理由に物件の紹介をしないといったケースが紹介されています。法律の求めるもの二つ目は合理的配慮の提供です。これは国、地方自治体や私たちのような事業者は障害の当事者から社会の中にある何かバリアを取り除くために 何らかの対応を必要としているという意思が伝えられた場合には負担が重すぎない範囲で個別のユーザーの状況に応じて対応するということが求められていますこの項目は国地方自治体に対しては法的義務事業者に対しては努力義務 とされているんですけども、事業者であっても事業者が雇用した障害当事者に対する合理的配慮の提供は法的義務となっていますこの合理的配慮の中で定められている負担が重すぎないという点については例えばお店の場合にその配慮をしてしまうとそのお店が立ち行かなくなってしまうというほどではないそういうふうな変更ではないということで 健常者と同等なな機会を提供するるためのものもにしうな内閣府のリーフレットでは、この合理的配慮の例として、意思疎通のために絵や写真のカードを使うこととか、タブレット端末を使ってコミュニケーションをとることであったりとか、お店や交通機関の出入り口に段差があって、車椅子で利用しにくい場合には、そのスロープを設けて、 補助すするとといいったことが挙げられています次に、訴訟リスクについてです。アメリカなんですけども、去年の7月に視覚障害の当事者がドミノピザを告訴するという事例がありました。これは、視覚障害のある方がウェブサイトやモバイルアプリを利用する場合には、画面が見えませんので、音声で操作できるようにする。 スクリーンリーダーというものを用いるんですけども、このドミノピザのウェブサイトやモバイルアプリで発行されているクーポンがあるんですけども、そのクーポンがスクリーンリーダーからだと利用できないことでピザが安く買えなかった。これは ADA 法というアメリカの法律ですね。これは先ほどご説明した日本の 障害者差別解消法と同等に合理的配慮を求めているんですけども、この法律に違反しているということで提訴しました。この訴訟に関しては、10月7日にアメリカの最高裁判所がこの原告の資格障害当事者の主張を認めまして、ドミノピザ側の控訴を棄却しております。そしてドミノピザ側にウェブサイトと モバイルアプリは視覚障害の当事者がアクセスできるように改善する必要があるという判断を下しましたアメリカでは2018年2019年と同じような訴訟が2200件以上発生していてこうした訴訟は和解でも最大2万ドルの費用がかかるという試算があるそうです提訴が多い業界としては小売、フードサービス旅行ホスピタリティ銀行金融 娯楽とレジャー、セルフサービスなどがあるそうです。ここまでお話ししてきたのはアメリカの事例なんですけども、例えばカナダのオンタリオ州であるとか、韓国では民間企業にかなりアクセシビリティに関する規制を強めていますし、EU 諸国でも同様の法律がありますので、例えば日本に本社があっても、グローバルにウェブサイトとかアプリケーションを展開している企業の場合には抽出する必要があるのかなというふうに思います。日本でも この ADA 法、障害を持つアメリカ人法と同様に視覚障害当事者の権利を保護する差別解消法が施行されて4年ほど経っていますし、最近法律事務所のサイトでもアクセシビティ訴訟のリスクが取り上げられつつありますので、日本でも同じような訴訟が起きる可能性は高まってきているかなというふうに考えています。アクセシビティに取り組む理由の2つ目は、 一つ目とも関連しますが、アクセシビリティは人権であるという考え方があることです。例えば、国連の障害者の権利に関する条約という中では、情報通信技術へのアクセスというものが基本的人権の一つとして位置づけられています。例えば、障害者や高齢者にとって、 まあスマートフォン以前を考えますとそもそも一人で外出するとか一人で連絡を取るってことが大変難しかったんですけどもこのような障害者や高齢者にとってスマートフォンでさまざまな人と連絡を取ったり自分で買い物ができるという意味では情報通信技術っていうのはその方々にとってはもう 生きていく上で欠かせない生命線と言えるほど重要になってきているという現状を考えますと、情報通信技術へのアクセスが基本的人権ということも納得ができるかなと思います。逆に、そのような生命線がウェブアプリとかスマホアプリのアクセシビリティが不十分であるために利用できないということは、生活に大きな影響を与えることすら考えられます。同じく EU においても、 情報通信技術へのアクセスは、その他の権利への入り口であるとして、基礎的な権利として見なされるべきだという主張があります。でまあ、これは裏を返せば、ウェブアプリやスマホアプリのアクセシビリティの面での品質が低くて、これらが提供するサービスにアクセスできないということは、人権侵害に当たると。 捉えられていいるととうことになりますアクセシビリティに取り組む理由の3つ目では障害者福祉の考え方ですが障害のの社会モデルの一部でああるためがありますこれはそもそも障害とは何なのかというところに立ち戻るんですけども従来主流であったのは障害の個人モデルあるいは障害の医療モデルと呼ばれるものです。これは 障害というものをその個人の問題というふうに捉えます例えば足が不自由なことが障害耳が聞こえないことが障害と捉えてその状況については、まあ、医療とか治療を通じて困難は個人の責任で克服するべきという考え方ですこのモデルでは例えばその人が音が聞こえないなどの障害を抱えていることは その個人の過失ではないと思うんですけども個人の過失ではないのにてて障害当事者に問題の解決を委ねていますこれに対して2番目の障害の社会モデルは障害を個人の問題にはせずに社会の問題というふうに捉えます。例えば車椅子でも 何の不自由もなく移動できる駅であったり、視覚に障害があっても確認できる信号、音響信号を整備する。また、障害に対する偏見などがない社会の実現など、障害があったとしても悩んだり困ったりしない。 配慮の責任が社会側にあるという考え方です最初にご紹介した障害者差別解消法においても、障害者が制限を受ける原因として社会的障壁を挙げていて、この法律も社会モデルに基づいた法律となっています。このスライドにイラストがあるんですけども、車椅子の女性が段差があるお店に入れないという困り事があるとします。個人モデルでは、 この女性がリハビリに励んだり、治療に励んで歩けるようになるべきというふうに考えて、周囲には何も求めません。社会モデルでは、段差があるお店自身が障害であるというふうに考えて、入り口にスロープを設けるなどして段差を解消します。こうすることによって、車椅子の女性でもお店に入ることができて困りごとはなくなるという形になります。振り返ってみますと、スマートフォンが 生活に欠かせない今、スマホアプリとかウェブアプリも、この社会を構成する一部というふうに考えられると思います。この前提に立ちますと、障害者にとってより良い社会を実現するためにも、アプリケーションはアクセシブルである必要があるというふうに言えると思います。アクセシビリティに取り組む理由の4つ目は、ダイバーシティ経営の実現に不可欠があると思います。経産省の定義によりますと、 ダイバーシティ経営というのは、多様な人材を活かして、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出して、価値創造につなげている経営ということです。この多様な人材というの,の中には、性別や年齢、人種や国籍もあるんですけども、障害の有無を含んでいる多様性ということですので、ダイバーシティというところには、 障害当事者の就労という問題も含まれています。経産省とは別に厚労省においても、 障害者雇用率制度というものがありまして、民間企業の場合の法定雇用率は2.2%、2020年度末には2.3%に引き上げられる予定となっています。さっきの障害者差別解消法の部分でもご紹介しますけども、事業者であっても、事業者が雇用した障害当事者に対する合理的配慮の提供は法的義務となっていますので、雇用率制度に従って障害当事者を雇用した場合には、 社内で利用しているシステムの環境整備が不可欠じゃないかと考えられます。こういう状況になった場合に、今、社内で利用しているシステム、アプリケーションは、先ほどご説明した多様なユーザーが利用できるような状況になっているでしょうかというところが問題になります。逆に、こういうふうな社内で利用されるエンタープライズシステムとして利用が想定されているアプリケーションを開発している側としては、開発しているアプリケーションのインターフェースがアクセシブでないと、こういう という観点雇用した障害者が使えななないいいいととうう観点では採用されない可能性もあるかなというふうに考えますここまでをまとめるとアクセシビリティというのは例えば障害当事者がメインのターゲットになっているとか何か特別な用途のアプリケーションの開発の時だけ取り組むことということではなくてセキュリティとかシステムの可用性のように全てのアプリケーションで設計の段階から取り組んで テストすべき事柄ということになります。このスライドの図は、マイクロソフトにおけるアクセシビティの位置づけや取り組みなどを紹介する YouTube 動画なんですけども、その中で、a c c e s s i b i t y is not optional。つまり、アクセシビティはオプションではない、必須だというふうに伝えられています。それでは3番目に、具体的にアクセシビティを向上させる方法。 のののつととししてアプリケーションンデザインの段階で考慮すべきことをご紹介しますまず、色の見え方は人それぞれというお話です。私たちは普段、自分の色の見え方と相手の色の見え方は同じであるという前提で話をすることがよくあります。例えば、物を取ってもらうときに、赤色の鉛筆を取ってくださいのように、その色で表現する場合などです。しかし、実際には、 色の感じ方は人によって皆同じではありません。その方の持つ遺伝子の状況や疾患などによって異なることがあります。こういうことを色覚特性といいまして、先天的なものと後天的なものがあります。色を識別する水体細胞というのがあるんですけども、その細胞の色の認識や識別が多数派と違うタイプということがあります。 例えば赤と緑の区別がつきにくいタイプは世界でおよそ2億5000万人、日本全体では300万人以上いると言われていまして、割合で言うと日本人の男性では20人に1人。 日本人の女性では500人に1人の割合で存在するというふうに言われています。男性の場合だと AB 型の血液型の人数がだいたい10%程度なんですけども、その半分ほどの規模になります。色覚特性を色覚異常と呼ぶこともあるんですけども、これだけの割合になると異常なのかという話がありまして、異常ではなくて、性別の多様性の観点でそういうタイプが存在すると捉える方が実態をよく表 していいるとうに考えられますこれとは別に加齢に伴って年を重ねてくることによって起きてくる白内障というものがだいたい人口の3割以上40歳以上の人口でいくと半分以上。 80歳以上ではもうほぼ100%初見が見られるということです。この白内障の一定の割合に色覚異常があるというふうに見られていまして、そうなると青が見えづらいなどの特徴があります。こういう全体を緩和しますと、デザイナーが意図した色を正確に見える人というのは実はあんまり多くないということを認識いただけるのではないかと思います。こういうことを考えますと、では、 より多くの人が見える配色というのはどのように決めていけばいいのでしょうか。より多くの人が見える配色を検討する際に必要になるのがコントラスト比です。これは色の明暗の差がどれだけあるかを 示す指標で数字が大きいほど明暗の差が大きいということになります。例えばこのスライドに今すぐ購入というボタンがあります。こういう配色のボタンよく見ると思うんですけども、このボタンは背景が黄緑色でその上に今すぐ購入という文字が白のフォントで書かれています。この黄緑色とフォントの白のコントラストの比は 2.8対1というふうに表されるんですけども、これは基準から言うと低い値になっています。つまり、黄緑色と白の色の明るさの差が少ないので、文字が薄くて読めないというふうに感じるユーザーが存在することになります。このコントラスト比、どのぐらいあればいいという点については、ウェブコンテンツの アクセシビティのガイドラインには最低4.5対1以上を確保するようにというふうに定められています。また、 アップルのヒューマンインターフェイスガイドライン、iOS の開発される方よく参照されると思うんですけども、そちらにはこのコントラスト比に関して努力して7対1以上を確保するようにと記載されています。配色のコントラスト比をチェックできるツールはいくつかあります。簡単にチェックできるツールであったり、デザイナーさんの作業を助けるようなものなども結構あります。 ここでは簡単なチェックに使えるツールをご紹介します。Color Contrast Analyzer というオープンソースのツールでして、このツールで前傾色と背景色をそれぞれ色を選ぶと、そのコントラスト比をすぐに算出して、それが基準を満たしているかどうかっていうのをチェックしてくれます。このツールはもともと英語の UI のみだったんですけど、私の方で 多言語語化化のの機能と日本語化の拡張を行いましたこのツールを使ってコントラスト比を確認する際なんですけども、確認するべきなのは UI の部分に限定することができます。例えば、このボタンの文字が読めないとか、このメニューの 文字が読めないと必要な情報が伝わらないとか操作ができない結果サービスが利用できないという場合に限定することができますそういう箇所だけ調べれば十分だという形になります例えば装飾のための画像とか企業のロコなどはこの限りではないので場所が火が足りなくても問題ないという形になりますでは次に支援技術という概念と その一例として iOS の VoiceOver ーーという機能についてご説明していきます支援技術という用語はパソコンやスマホなどを使う際にそのままだとちょっと使うのが難しいので何らかの支援が必要なユーザーに対して個々のユーザーのニーズに合った機能を提供するソフトウェア あるいはハードウェア、デバイスなどの総称になります。例えば、視覚に障害があって画面が見えない、見えにくいユーザー向けには、スクリーンリーダーというソフトウェアがあります。これは、OS の GUI の操作や、そこから起動されるアプリケーションの GUI を音声だけで操作することを可能にするものです。最近の OS だと、OS 自体にスクリーンリーダーの機能が組み込まれていることが多くて、 MacOS とか iOS であれば VoiceOver ーー、Android ではトークバック Windows ではナレーターというものがあります。これらのスクリーンリーダーは支援技術の一種になります。その他、画面を拡大したり、色を反転させたりする機能であったりとか、ハードで言うと、ジョイスティック、トラックボール、キーボードガードのようなものが支援技術に含まれます。スマートフォンでの支援技術の例として、 iOS のアクセシビティの機能を表にしたものをスライドに載せています。視覚、身体及び動作、聴覚、一般といったように、 ユーザーの特性や目的を横軸にして縦に対応する機能を並べています。視覚の分野では、音声で操作が可能になるボイスオーバー、弱視の方向けのズーム機能や拡大鏡などがあります。身体および動作のカテゴリーでは、例えば指や手が震えて細かい操作ができない方向けのタッチ関連機能や、 外部に接続した機器で操作が可能になるスイッチコントロール。そもそもデバイスを触らずに音声だけで操作を可能にする音声コントロールなどがあります。聴覚の分野には聴覚が不自由な方向けに補聴器をつけたり、画面の音声を字幕にして表示する機能などが備わっています。一般のカテゴリーには画面のアプリケーションを 一つだけにするアクセスガイドや同じく音声で操作したり情報を得ることができるシリーなどがあります。次に iOS の支援技術の例としてボイスオーバーをご紹介します。それでは支援技術の一例として iOS の支援技術であるボイスオーバーのデモをご覧いただきます。iOS のボイスオーバーをはじめとする支援技術は 設定画面から起動します設定画面を少しスクロールしまして一般の3つ下にアクセシビリティという項目があります iOS12 以前はアクセシビリティは一般の下の階層にあったんですけども iOS13 からは一番上の階層になりましたアクセシビリティを開いてみます アクセシビリティの項目にはスライドでご説明した iOS の支援技術が並んでいます。今回は一番上の項目のボイスオーバーを開いてみます。ボイスオーバーの画面を開くと一番上にボイスオーバーというスイッチがありますので、これをオンにしてみます。ボイスオーバーオン設定アクセシビリティ 戻るボタン、はい、ボイスオーバーをオンにすると iOS のの操作の仕方が少し変わりますまず黒い枠で表示されるカーソルが表示されてそのカーソルの下にある画面の部品の文字であったりとかその画面の部品を 操作したらどうなるのかっていう部分などが全て音声で操作提示されるようになりますこの黒いカーソルは1本指で右にスワイプしたり左にスワイプすることで移動させることができますボイスオーバー見出しこの画面の見出しの部分のボイスオーバーにカーソルが動いたのでそこを読み上げてくれましたボイスオーバーオンダブルタップして設定を切り替えます ボイスオーバーを使用すると画面上の項目が読み上げられます。項目を選択するには1回タップ。選択した項目を使用するにはダブルタップ。スクロールするには3本指でスワイプ。はい、今、ボイスオーバーを読み上げましたが、ボイスオーバーがオンの時にカーソルを1本指のスワイプで上下させていって、カーソルがやってきた項目を選択する場合には1回タップをすると。 ボイスオーバーの操作練習ボタン。選択した項目を使用するにはダブルタップというふうになってますので、そのように操作します。例えば、読み上げというメニューがあるので、そこまで行ってみます。読み上げ速度、見出し、読み上げ速度、53%、調整可能。値を調整するには、1本指で上または下にスワイプします。読み上げ、ボタン。はい、読み上げまで移動しましたので、ダブルタップで開いてみます。 声強固拡張ボタン読み上げのサブ画面まで来ました一度カーソルを戻して戻ってみます読み上げ見出しボイスオーバー戻るボタンボイスを読み上げボタン戻ってきましたこのようにカーソルの移動とダブルタップで項目を選択して移動することができます読み上げ速度53%調整可能 値を調整するには、1本指で上または下にスワイプします。今ありましたように、スライダーに関しては、1本指でスライドすることによって値を変更することができます。読み上げ速度、2ドクボイスオーバーの操作練習、ボタン、スクロールするには、3本指でスワイプ、選択した項目をし、項目を、ボイスオーバーをしよう。ボイスオーバー、オン。ダブル、ボイスオーバーオズ。 ボイスオオーバーをオフにしましまた今回は一時的にボイスオーバーを使ったんですけども例えば視覚に障害がある方弱視の方 なんかは iOS の画面がよく見えないことが多いのでこのボイスオーバーを使ってまあ画面が見えなくても画面上の項目を読み上げたりカーソルを動かして項目を選択することで画面を見なくても iOS の機能とかを使っていくことができます当然このボイスオーバーを使って一般の iOS のアプリケーションも操作ができるんですけどもその際に iOS のアプリケーションの方で開発時に ボイスオーバーを使って操作することであるとか、例えば文字拡大をして使う方がいらっしゃるとか、そういう使い方に関して想定をしていないと、例えばボイスオーバーで使えないアプリケーションが出てきたりとか、画面拡大しようにも文字が拡大されないアプリケーションが出てきたりとかします。そういう部分が iOS のアプリケーションにおけるアクセシビティの問題ということになります。では次に、iOS を例に スマホアプリのアクセシビリティを向上させる例をデモでご紹介します。これから X、X コードで今開発している iOS アプリケーションのアクセシビリティの確認の仕方に関してご説明していきます。まず X、X コードに切り替えます。X コードのメニュー、オープン l ベロッパーツールから、 アクセシビリティインスペクターを起動してください。画面のご説明をします。まず左上に装置を切り替えるメニューがあります。これは Mac のアプリケーションのアクセシビリティをチェックするのか、iOS のアプリケーション、シミュレーターの中身の iOS のアプリケーションのアクセシビリティをチェックするのかを切り替えることができます。今回はシミュレーターですので、シミュレーターの方に切り替えをします。 最初の画面はインスペクターという画面でして、ボイスオーバーでの読み上げのシミュレーターであったり、個別の画面要素に関して、アクセシビリティの対応する上で重要な要素がどうなっているかという部分を確認することができる画面です。詳細は後でご説明しますので、すべての画面をこれから見ていきます。2番目がオーディットという画面でして、 ここには、ランオーディットというボタンが一つだけあって、iOS のアプリケーションのアクセシビティを自動でチェックしてくれる機能があります。ボタンを押してみます。はい、そうすると、今、iOS のシミュレーターで実行させているアプリケーションのアクセシビティ上の問題を自動的にいくつか列挙してくれます。 ただこれはアクセシビティの問題のすべてを自動でチェックするということはできないようで、ごく一部になることが多いようです。今回実行している iOS のアプリケーションに関しては、ダイナミックタイプをサポートしていないので、動的なフォントサイズの変更ができないよ、サポートされていないよという指摘が15個出ています。個別の指摘、ワーニングに対して、クイックルックと インフォメーションというアイコンが表示されます。まず、クイックルックの方を見てみると、アプリケーションのスクリーンショットがクイックルックで表示されて、該当する警告がアプリケーションの画面のどの部分なのかというところをグラフィカルに表示してくれます。今回確認した一番上の指摘に関しては、これからの 時間の天気のうち、この0時という時間を示す部分のテキストがダイナミックタイプに対応していないという指摘だということがわかります。もう一つ、インフォメーションというアイコンをクリックしますと、修正の提案ということで、どういうふうな修正をすれば、このワーニングに対して対応できるかというところのヒントが表示されます。セッティングの画面を確認します。セッティングの画面は、 シミュレーターでアプリケーションをテストするときに、基盤となる iOS の方のアクセシビティの設定を同時にシミュレートすることができるという設定になっています。例えば、色の反転とか、コントラストを上げるとか、透明度を下げるといったような設定を切り替えて、その上でアプリケーションのアクセシビティのシミュレートができるというふうな設定になっています。今回はデフォルトで行います。インスペクターの画面に戻ります。 インスペクターの画面だと、ポイントインスペクションというアイコンをクリックして、シミュレーターの画面をクリックすると、該当する部品の情報が表示されます。今はこのクパティーノというラベルをクリックしてみますと、それがラベルであることとか、UI ラベルエレメントだというところなどが確認できます。このスピークというボタンを押すと、 というように、その画面部品をボイスオーバーで読み込ませた場合に、どのような読み上げになるかというところを確認することができます。もう一つ、このボタンをクリックしていくと、iOS のボイスオーバーで仮想カーソルがあったと思うんですけども、それを動かしながら読み上げするときに、どういう順序でボイスオーバーで読み上げられるのかというところを確認することができます。 コーパーティーノ56.0というようにこの画面であればクパティーノそれから天気のアイコンの部分それから現在歌詞56度だという順序で読み上げされるというところがわかります一度全部読んでみます56.0 1800 hours 2100 hours 000 hours 3 o'clock クーパー一通り天気予報の画面をボイスオーバーで読み上げさせてみましたこの天気予報のアプリケーションというのは現在の場所の今の天気 気気気温、温こここれかから3時間ごとととととににどのののよううなな天るいいろを確認すす。が目的のアプリケーションだと思います今、画面に関しては、天気予報のアイコンとか、何度だと、歌詞56度だというふうなテキストを目で見ることができるんですけども、ボイスオーバーで読み上げた場合、例えばあなたが全盲であったとして、このアプリケーションを使って、果たして今の天気とこれからの天気をちゃんと確認できるでしょうかという観点で、結果を確認いただきたいんですけども、 大きく1つは、クパティーノの後の天気予報のアイコンが読み込まれていません。これに関しては、天気予報のアイコンに関して、ラベルが提供されていないことで、ボイスオーバーで読み上げた場合に、読み上げるテキストがないという状態になってしまいます。こういう問題がありますと、 ボイスオーバーでこの天気予報を使って今の天気予報、天気が何なのかというところを読み取ることができない、聞くことができないという問題があります。もう一つの問題はこれからの3時間ごとの天気予報に関してまず時間を読み上げてしまってからそれぞれの時間の天気を読み上げというふうな読み上げ順序になっていると思います。もう一回確認してみます。hours 1> hours, hours, 2 1 hours、hours、このように読み上げの順序として、まず時間が4つ読み上げられてから、天気のアイコンの方にフォーカスが移る。 しかも、その天気のアイコンに関しては、ラベルが設定されていないので、やはり天気がわからないという問題があります。こうなってきますと、このアプリケーションで、ボイスオーバーを使って、今の天気とこれからの天気はわからないというところが問題としてあります。このアプリケーションはこのような問題を抱えているわけなんですけども、先ほどのランオーディットの画面で、この アベルす指摘は出てこなかったと思いますのでやはり自動でアクセシビティの問題をチェックするのはこのアプリケーションでは難しいということになってますのでこのアクセシビティインスペクターのボイスオーバーのシミュレーターであるとか実機を使ってボイスオーバーをオンにして読み上げを確認してみてアプリケーションが提供している情報とかあるいは提供している操作などが音声でもきちんと確認できたり 操作できるるのかいいうとととこころろを確認すすが重要だと思いますそれでは今、アクセシビリティ上のボイスオーバーで使う場合の不具合を抱えていることが分かった iOS のアプリケーションの使い勝手、ボイスオーバーで使う場合のアクセシビリティを改善していくにはどうしたらいいのでしょうか。少し具体例でお見せしたいと思います。先ほどからアプリケーションが若干変わった 出るかもしれないんですけども気になさらないでください現状のアプリケーションのアクセシビリティの状態をもう一度確認してみたいと思いますクーパーティーノ チーノのと歌詞65度は読み上げられますが、天気のアイコンは読み上げられない状態になっています。天気のアイコンにカーソルを動かすと、クイックルックとかラベルとかがハテナマークになっていて、読み上げるテキストがないために、ボイスオーバーで読み上げられないということがわかります。X コードの方に切り替えて、コードを少し修正してみます。ビューコントローラーのアイコンテキストの部分に、 アイコンラベルの、えー、アクセシビリティラベルというものがあるんですけども、ここにサニーというふうに入れてみます。この状態でビルドをして実行してみます。はい。実行されました。もう一度確認してみます。 はい、挙動が変わりました。太陽のアイコンが表示されたときに、ここにサニーというラベルが表示されている、クイックルックにもサニーと表示されているので、ボイスオーバーの方で、このようなアイコンの代わりとして、サニーという文言を読み上げてくれるように挙動が変わりました。このようにコントロールにアクセシビティラベルというものを設定していくことで、 コントロールが画像であったとしても、その代わりとしてアクセシビティラベルに設定された文字列の内容をボイスオーバーが読み上げることで、代替いいテキストで言うんですけども、画像の内容が見えない方にもテキストで内容をお伝えすることができます。このような改良をすることによって、画面が見えない方、太陽のアイコンが見えない方にも文字列としてサニーということで天気の情報をお伝えできると。 いうことができます。こういう改良をすることによって、ボイスオーバーで天気の情報を得たい方にもきちんと天気の情報を伝えていくことができます。今回はハードコードでサニーと書いてしまいましたが、本来であれば API で天気の文字列を取得して、それを随時アクセシビリティラベルに設定していくようなコードに書き換えていくことで、正しい情報をボイスオーバーの方にも伝えていくことができると。 先ほどお話をしていたこれから先の3時間ごとの天気予報のラベルも同じ問題を抱えていますのでそれぞれのアイコンについてアクセシビティラベルに API から取得した天気予報の文字列を設定していくことで全盲の方にもきちんとこれからの天気をお伝えできるという形になりますこういうようにアプリケーションの開発においては画面に見える情報だけではなくて ボイスオーバーのようなもので使う方にも正しい情報を伝えていくとか、オーディットが指摘していたように文字を拡大する方のためにダイナミックタイプを使うとか、まあ、いろんな iOS のアクセシビティの機能を使って使われている方々に対して配慮できるコーディングをすることでアクセシブルな iOS アプリケーションを 開発することができます。同じような技能は Android や Windows や Mac、それぞれのアプリケーションにも存在していますので、アプリケーションを開発する際には、 その OS に備わっている支援技術を使って支援技術に対して正しい情報を伝えていくような開発をすることでアクセシブルでより多くの人に使っていただけるアプリケーションになるかと思います。最後にアクセシビリティを向上させることで開発したアプリケーションのマーケットが広がるという話をします。厚生労働省の 平成28年生活のしづらさなどに関する調査によれば、障害のある人は人口の7.4%、936万人いらっしゃいます。また、総務省統計局の高齢者の人口によれば、2019年現在、65歳以上の高齢者は人口の28.4%で3588万人いらっしゃいます。今、あなたの開発しているアプリケーションが、 アクセシブではないと、これらの人々はアプリケーションを利用できず、リーチできていない可能性があります。逆に言えば、今のアプリケーションのアクセシビティを向上させれば、あなたのアプリケーションのユーザーは7%以上増える可能性があります。例えば、B2C 向けのアプリケーションなどでは、これは大きな数字になると思います。このように、 ウェブサイトやアプリケーションのアクセシビティ対応はユーザー層の拡大にもつながりますのでビジネス拡大の観点でも取り組んでいただくのがいいのかなというふうに思います。ということで最後にまとめになります。開発するアプリケーションをアクセシブルにして様々な人が利用できるようにしましょう。その方がユーザーが増えるし。ということでご清聴ありがとうございました。